この映画では中村倫也さん演じる田村君が先輩、うんうん、そして安藤誠さん演じる茜が新入社員の後輩という設定なんですけれども、はい、それぞれの役が自分に似ていると思う部分っていうのはありますか？じゃあ安藤さんからありますか？似てるなって思う、うん、あの茜ちゃんってすごく楽観的なんですよ、うん、よく言えば、うん、でも悪く言うと計画性のない女の子で、でも確かにそうだったかもね。最初のところね、就職の、はいはいはい、ちょっと似てるかもしれないなと思って。結構でも私もう常にもう何でもプラスに考えるタイプなんで、めっちゃいい。そういう部分では、ちょっと似てるかな。ポジティブってことですか？そうです。私もうどんどん忘れていきます。でもそこが成功のもとっていうのもね、あれは結婚されてるし、あ、そう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 、いやだから成功者はやっぱそういうとこもあるのかな。そうだね、うちらも見習わないと、すいません本当に。じゃあ中村さんどうでしたか？似てる部分っていう面では、まあ安藤さんに厳しいところが、いや共通点ですね、僕に。いやそうだね、今から映画見る方はぜひそこをポイントとして見てもらったらいいかもね。でもそこがかっこいいんだよね。うん、そうなの、そうなのよ。一番キュンキュン来るところだから、うん、ちょっとデレの部分が見てみ、ごめんなさいね、話しまくっちゃって結局でも映ってるのはあの3人だけだから。そうそうそう、今ね。そうなんですか？そうなんですよ。そうですね、うん、田村さんも気にせずに3人だけを映していただければ、うん、いや、俺らどこ見てんだってなるじゃないですか。中村さんは安藤さんに厳しいって言ってたんですけど、はい、ちょっと監督にも厳しかったですよね、さっきの舞台。そうっすか。面白かったです。なんかちょっとね、映ってる、映った映った、突っ込んであげないと的なところもありましたもんね。プライベートも結構 S なんですか？そういうエロい意味ではなく、うん、エロい意味でもそうですけど、いや、ダメです、ダメです。あれちょっとラッキーラッキーラッキーワードかも。シャーじゃねえよ、シャーじゃねえよ。まあそうですね、M ではないかなと思います。結構きついこと言うけど、ちゃんと飴とかもあげたりするんですか？非常にこう大福みたいに人当たりのいい人間ですけど。すいません、それ感じたことなかったです。あ、そうなんですね。あいちゃんド M って書かれてる。そうだね、うん、嬉しい嬉しい。でもみんなね、じゃあ次ちょっと監督に質問でいいですか？はい、この映画の役、はい、監督起きてますか？はい、大丈夫です。あ、大丈夫です。監督何飲んでるのっていうコメントになってます。ウーロン茶。ウーロン茶。ウーロンハイではないですね、はい、今日はね、お酒をお休みして映画館だからね、はい。監督、この映画の役の設定をするときに安藤誠さん、うん、中村倫也さんにどんなことを伝えたりしましたか？いや、もう2人ともちゃんとキャリアのある方だし、台本に全て書いたので、うん、まあ、それを読んでもらったままで演じてもらえれば的なことを、うん、じゃあもうあって、もうさっき2人言ってたみたいに、そんなキャラが真逆のキャラを演じてるわけではないので、うんうん、もう本当にどうにかしてこの2人の素をこう出してもらえたらなと、うん、多分舞台とかやられてるときは自分を、まあ、殺してまでいかないけど、また別人格でやられてるはずなので、うん、なるべく生っぽさを引き出せればな。この映画ではもう自分らしさを出してもらえればなって。あんま変わりないですよね。そうですそうです。あのさ、ぶっちゃけ怖かったとかなかったですか？監督が。監督ですか？はい。いや、もう優しすぎて。じゃあ真ん中もね、監督のイメージと。ああ。だからうちらの番組でも安藤さんからの VTR を何回か流してるんですけど、はい、あの撮影が短期だったじゃないですか、はい、で監督がどんどん痩せ細って感じるそう、そう聞きましたそれ、うん、ラクダみたいになっちゃってる。そうこの辺がどの現場終わってもラクダみたいになってラブクラフトガールのせいではないですもんね。そうです、うん、何の映画でももうこうラクダみたいになる。それだけ集中してるってことですもんね。でもうちらもね、うん、映画とかを勝手なイメージで結構長期で撮ってるイメージがあって、うん、ありますね。だから聞いた時にびっくりして、うん、そんな日数で撮れるんだと思って、うん、それ監督もね、ラクダみたいになるかなと思って。安藤さん痩せなかったですか？全然痩せないです。全く。食べました？食べてましたし、うん、もう監督はこう一生懸命考えて考えてってやってるそばで私たちキャッキャしてたもんね。へぇー、なんかいろんなグッズ見て、これどうやって使うのとかね、キャッキャしてましたね。すいません。中村さんも痩せてはなかったですか？痩せました？
うん、やしゃじゃないです。キャッキャしてました、一緒に。そうですね、なんか、わきゃわきゃ。結構仲のいい方もいらっしゃったんですよね、他に。まあ、ここがもう戦友みたいな感じで。そうですね。あ、そんな仲もあるんですか。2度目ですけど、でも1回目がなんかこうがっつり仲良くなったっていうか、うん、なんで、まあなんか友達とかいうよりは戦友なんですね。そうですね、年上なんですよ。あ、うん、そう、年上なのに安藤って呼び捨てされてるなんかそんな感じなんですよ。びっくりしました、この今回のお話いただいて。え、それわざとですか、監督。いや、わざとじゃなくて、あ、巡り合わせで。巡り合わせ、そう、巡り合わせ。うわぁ、こっちとしたらラッキーだと思った。いや、本当そうですね。なかなかこの関係性で終わった後にできたとかだったの。そうですよね、来る前からできてるなって、本当すげー。でもそれがあるからこそ、この短期で取れたっていうのもありますよ、ありますよね。お互いに俺を除いても言いたいこと言い合えたりとか、今日こうしたからこうするっていうのを言い合えるんで、もう本当、本当短期っていうか、すごい2人で本当良かったです。すごいね。ねえ、知らなかったね。知らなかった、それは知らなかった。いいこと聞けたってすごい思った。なんで自分を褒めたの今。